そしてですね、今日はこの後なんと、この後なんと、EN の新人ちゃんがデビューする。おー、12時からかな、12時からデビュー配信があります。なんかあの屋号の謎の動画見た？なんか急に屋号が EN のチャンネルでなんか最近さ、屋号を見なさすぎて、屋号が何かを喋ってる動画見ると、これ本当に屋号なのかなみたいな気持ちいいよ。いや、なんか屋号がね、任天堂ダイレクトみたいな感じになってた。屋号の英語聞きやすかった。屋号 's English is good。 いや、そう、これ本当に屋号なのかなってめっちゃ思う。 AI かも。え、そんな怖いこと言わないでよ。いや、みたいなね。なんかあの、なんか不思議な気持ちになる。最近屋号と会ってなさすぎて。屋号 's English は海外に来てきんどうなん。屋号 's English is perfect。 やっぱパーフェクトなんだ。でも聞きやすかったもん、スバルも。聞きやすかった。プリティーグッド、めっちゃ良かったらしいぞ。屋号 's English、 屋号 's ダイレクト、屋号いいじゃん、やってくれよ。やってほしくない？なんか今年の新しい取り組みはこちら。プルルルルンって。で、屋号がなんか、皆さんこんにちは、屋号ですとか言って喋ってくれる。毎年なんか各季節に、今年のホロライブサマーは皆さんとより良いことをやって、楽しいことをやっていきたいと思います。それでは見ていきましょう。てれれてってつって始まったらめっちゃいいやん。ヤゴダイやってくれよ。あ、負担がでかいか、確かに。ヤゴダイ見たすぎ。ちなみに、え、ほんとに、エリザベスちゃんかわいい。ジジ、ギギ、ジジちゃん、ジジちゃんだよね、これ。かわいい。楽しみ。